ね、絶好調に OK。 なんか暗い。ちょっと角度を変えてみました。日に焼けました。すごい。3日間ね、ビーチサッカーのあのサポートに行ってね、男の足を、体をもみほぐして優勝しましたよ。ビーチサッカーのね、碧南カップやったかな。ちょっとカップ戦なんやけど、全日本トップレベルクラスがね、集まってやった大会でね、見事優勝してくれました。本当にね、ちょっと感動しましたね。感動してちょっとね、ちょっと燃え尽きて、言葉だけは前向きに生きようけど、メンタル的にはちょっとね、ああようやったな俺みたいな、朝から晩までアスリートたちの体をメンテしまくりましたよ、で林さんのおかげですよっつってね、言ってもらえたその言葉が一番嬉しかったですね。で僕の中でね、ちょっとね、あの試合動向に行くとなんかこうちょっとジンクスでちょっとこうあまり勝てないっていうのがあったんでね、それをね、ものの見事にね、圧勝で全部勝ってくれたんで、本当ね、もう心からもうありがとうございますっつってね、いい大会でした。でまだまだね、大型連休も始まったばっかりなので、ちょっと3日間、読んでなかったので読もうかと思います。第90話、進化していくシナリオ、一つのことが終わると次のことが始まる。この人生を生かされている限り、自分で書いてきたシナリオは次々とやってくる。そのシナリオに色はまだついておらず、色付けしていくのは本人の自由意志である。どんな色の人生になっていくのか、未来は白紙である。男は格闘技の現役が終わった時も、日本一もあともうちょっとと思い出したところで病に倒れた。会社もこの位置にいれば出世が見えてくるというところで病に倒れた。この仕事になってからももう指導はほぼやり尽くした。でもあともうちょっと見たいと思うと終わってしまう。そして新たな目標を誰かが持ってきてくれる。何よね、なんかね、本当ね、こう完成までいかずに大体終わるんですね。格闘技で言えば7虎之助、ビーチでは全国3冠を取ったチーム、ビーチでは全国3冠を取ったチームはエースが去り、監督が変わり、若手が入り、いろんな面で乗り越えなければならない経験が待っていた。そうね、だから1個のが終わるとね、次にやらないといけないことがやっぱやってくるんですね。その経験を乗り越えた時にやってくる感動は、全国三冠を取った時とはまた別格の感動がやってくるだろう。男は高校の契約が終わったことに未練を残す暇もなく、次の目標に向かって進んでいた。未練は残っていないが、思い出は湧いてくる。いやでもね、本当ね、やっぱあの子たちを見たおかげで、あの高校にね行けたおかげで今のこの経験値っていうかね、実績があるので、本当感謝してますよ。未練は残って、思い出に浸る暇もなく、それ以上に次の目標が来るのが早くなっていた。高校の契約が終わったことで関わっている仕事の目標が明確になってきた。健康教室の会員数を1000人にする。これが達成できれば1億円規模の医療費削減がにつながる。格闘技で自分の塾からチャンピオンを出す。ビーチで再びチャンピオンになる。まあ、これはほぼほぼ去年の暮れでもう達成されましたけどね。すごいんです、本当。でね、ビーチサッカーってまだメジャーじゃないんですけど、メジャーじゃない分、こう、どんどんこう、チームが分裂したりとか、こう、選手が、有力選手が、違うチームにこう移籍したりとか、補強するんですね、予想は強くするために。でも僕が言ってるこのチームはね、本当すごいのはね、若手を育てるんですね。でよそから
強い選手か有名な選手が来るわけじゃないんですよ。来て若手を育てて、また全国トップレベルのチームにしていくんですね。これは本当ね、感動するんですよ。本当このチームにいるとね、病人を減らして医療費の削減に貢献する、この3つをやり遂げるだけでも今世とてつもない人生になるような気がして、ワクワクする男であったが、自分の人生を振り返ってみると、とてつもなくよく頑張れたものだと思った。ね、本当。ねこの体でね、よくね、アスリートの指導とかね、よくやれてるなと思います。そして、新たな戦いがやってきた。最初にやってきたのはビーチでの戦いだった。去年、地域リーグ6連覇を逃し、今年は全国も6年ぶりに逃した。どん底の低迷ぶり。底面ぶりに付き合うのは慣れている。やることは一点集中、どんな状況でも笑顔とポジティブな言葉を貫く。そして今年は地域リーグ戦の最終節が、そして今年も地域戦の最終節がやってきた。3チームが同率ポイントで最終節までもつれ込んでいた。リーグ戦最終節の前のトレーニングでみんなに高校の契約が終わったことを伝えた。その高校のずっと結果が出なかった部活が最後の最後で結果を出してくれたことを言うと、みんなが祝福してくれた。でね、本当この高校はもうすごい、最後はね、本当県も制して、ね、全国に通用するって力も見せてくれて、でプロの選手まで出たんですよ。すごいでしょ。で、でこのね、サッカーサッカーチーム、男子サッカーチームを見てたんですね。女子サッカーはね、とにかくとてつもない二十何年間王者をだったねチームを倒してくれたんですね、最後。で、男子サッカーも見てたんですね。男子サッカーが一番最初にね、もうね1年半ぐらいで契約切れたんですよ。でここは男子サッカーだけは本当に全然結果が出ずに終わったんやけど、この男子サッカーのその一番最初の卒業生がこのビーチサッカーのに紹介してくれたんですね、僕を。でその子は高校の時もうだつが上がらないんだけど、ビーチサッカーで開花してね、世界日本代表、世界にね通用する選手になってくれたんですよ。だから本当この高校に関わった選手たちはね、みんなね大成してくれたんでね、で 俺も一番大成しましたしね。そしてありがとうございますと言って男は続けた。約8年間最後の最後まで諦めずに笑顔と絶好調を貫いてよかったです。何度もダメかと思ったけど、神様はドラマチックに奇跡を起こしてくれました。そしてこのチームもまたね、このビーチサッカーのチームですね、このチームもまた劇的なドラマが待っていると思います。それに付き合わせてもらって心から感謝です。選手たちはリーグ優勝を奪還しますよと約束してくれた。格闘技の塾では奈々と虎之助が相変わらずよく頑張っていた。そして虎之助の中学生の姉が試合に出たいと言ってきた。これで試合に出る選手は3人になった。男は正直、格闘技の世界で笑顔と絶好調を貫く自信があるかないかというと微妙な心の揺れがあった。勝敗関係なしに今までのように記念に1回試合に出たら終わりのようなノリなら笑顔と絶好調は貫ける。しかしチャンピオンを作ろうと思ったら全てを見ることになる。現役続行中の拓也みたいに月1でトレーニングとかの頻度ではなくなる。練習を見ててもやはり欠点が多く見えてくる。欠点を見ずに褒めて育てよう、できるようになる前から褒めようと思っていても顔が険しくなっている気がする。そんなことを思いながら少し客観的に物事を考えてみた。格闘技のチャンピオンを自分の塾から出したいと思っていたから選手たちがやってきた。男は少年なんとかがつくスポーツのトレーニングを見てきた、ね、サッカー、少年サッカー、少年野球ねとかね、そこで感じたことは子どもたちの厳しい環境。そうなんよね、もう子どもやけ完璧できんないけど、もうほんとね、こうレベルの高いところを指導者は要求してくるんですよね。それをね、けなげにこうやろうとする子どもたち見てるとね、やっぱすげえなと思うんですよね。男は一度何の競技でも良いから褒めて、伸び伸び子どもたちの能力を上げて勝利に導くことをやってみたいと願望があった。そのことを思い出した。今はまだ練習後の
練習後に笑顔で欠点について課題を言うこともあるが、男は新たな挑戦をしてみようと思った。笑顔と絶好調でチャンピオン。思い通りにいかないことはたくさんあるだろうが、今までの経験を生かして挑戦をしてみようと、男は新たな覚悟を決めた。ね、せっかく自分の競技、自分の塾でね、選手が出てきたんでね、今までそうしたかったね、だから反省3秒改良1000回ですよ。もう反省してる暇なんかないんよって、もうどんどん改良していってね、自分を最強にしていこうって、勝っても負けても、うちは勝っても負けても引き分けても笑顔で帰るんよってね。これなんかえらい光ってるけど、俺顔映っちゃうのかちゃんと。その週末、思い通りにいかないことがたくさんあるだろうが、今までの経験を生かして挑戦しようしてみようと、男は新たな覚悟を決めた。その週末、ビーチで最終節が行われた。2試合あるうちの最初の試合で勝利の朗報が入った。この時点で全国3冠の最後の大会に出場が決まった。そして同率首位で地域リーグ戦の頂上対決が始まった。その日の夕方、 SNS で男は勝敗の結果を見た。結果はドロー。最終順位地域リーグ3位。いろんな評価があるだろうが、男はこの結果に満足していた。このチームは鍛錬期を超えて成長期に差し掛かってきた。来月の全国大会で沸騰点を最高の状態に持っていくためには、この結果がベストだろうと思った。そうなんですよ。手前でね、絶好調というか、もう沸騰点最高に上げてしまうとね、やっぱ一番勝ちたい大会試合の時にちょっとこう落ちてたりするんでね、もうこういうのもね、やっぱこうピリオダイゼーションじゃないですけど、やっぱどこをピークに持っていきたいかですね。それをやっぱ俺らは考えないといけない、それから2週間後ビーチのイベントで全国常連チームとエキシビションマッチが行われた。その試合でものすごいスピードで圧勝するという出来事を目の当たりに見た。成長期から成熟期へ、今季の地域リーグでの勝敗は3勝に分け、どうしても勝てないチームから負けないチームへと進化していた。この人生は自分の書いてきたシナリオ通りに進み、目の前のことを一生懸命改良し改善して、そのシナリオに言霊と思考で色づけていく。深いね。深いこと書いてるね。現時点、男の予想に反して良くなる出来事は半年から1年も前倒しで起きている。そうなんですよね。もう速度が速くなる、やっぱりね。今季最後の全国大会までに男とチームを進化させてくれる出来事は絶妙なタイミングで起こるだろう。だが、このチームはその出来事を乗り越える笑顔と言霊という技はこの1年で身につけた。この嬉しい予想以上の流れにワクワクしながら笑顔になる男であった。主力を。な。ね。いや、もう本当、これはちょっとビーチサッカーの話でしたけど。いや、本当いい試合でしたよ。3日間でね。優勝っていうのがもう一番の、なんていう、もうこれが結果ですからね、成果ですよ。で、今から、シーズン始まってね、来年の暮れぐらいまでね、怒涛の、シーズンがこの間にいろんなことがあってね。で、我が虎之助、もう本当の名前は小太郎って言うんですけどね、虎之助も、もうトーナメントにね、2回チャレンジして、両方1回戦負けやったけど、まあ、1戦ごとに強くな、この間なんかね、優勝した、ね、チャンピオンになった選手と戦って、ごっつ戦いましたからね、もう頂点は見えたっすよ。で、やることも決まったんでね、あとはもう黙々とやり続けるだけですね。ちょっと7はね、たっちゃんの妹、7はちょっともう仕事、やっぱ社会人なんでね、なかなか仕事がね、で来れなかったりするんでね、まあ、やめなきゃいいよっつって、まあ、できる時になったらちゃんとできるようになるからっつってね、そうです、無理にやったって、結果は出ませんからね、できるようになったらできるんです。ということで、いや、本当もうちょっと、明日から遊ぶ。明日アベンジャーズ見に行く、ね、キングダムを見に行きたいですね、なんかキングダムとか出てた時、今キングダムのアニメ見てますけどね。ということで、いいゴールデンウィークになりそうやな。ということで、何ちゅうかな今日は。
あ、違う違う、大丈夫で10回を。大丈夫、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 大丈夫。ね、ビーチサッカーも勝つしね、あの、カモさんのところにももう投稿したんで、なんかちょっと、なんかまた、やること。まあ今度はライオンズクラブの入会式があるんで、またそれで、名前売って回ろう。ね。ということで、なんとかなるって10回を。なんとかなる、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 なんとかなる。よし、ついてるって10回を。ついてる、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 ついてる。よし。ね。どうせ俺北九州優勝おめでとうございます。で、本当に、いつも、いつも、元気をいただいて、感謝です。ついてる笑顔で、にゃっ。にゃっ。